僕ちいちゃなんでちょっと僕から3枚取っていいですか。はいはい、3チェックします。まず、はい、あーなるほど。いやカードがね結構変わってるからね、かなり新カード入れてるんで、明らかに序盤で使わないであろうカード来てしまった。絶対これ使わんやみたいな。ちょっと魔法カード使ってきます。暴力夏を使っていきます。もうこれ安定のね、説明不要の安定カードね。使ってきます。2枚ドローしたんで、これ3枚切る。3枚です、ね、これとこれ、はい、ポン。普通に麻雀してる人いる。いやー引けないな全然。せっかく暴力夏を使ったんだ。ちなみに前回恐ろしく強かったマジックシリンダーは今回は制限カードになってますね。あ1枚1枚だけ。前回2枚入れて猛威を振るっていたので。あれはちょっと制限ですね。魔法カード発動、応酬牌をドローする代わりにペイを報酬します。ペイが欲しいの。あドローの代わりにね。あなるほど、ペイが欲しいよね。あれなるほどね、そういうことか。いやいや大丈夫なんですけど。いや多分そういうことじゃないですか。そういうことですね。ちょっと見えてないですね。ちょっとあれはあれなんじゃないですか。トラップカード発動。チェーンデストラクション。ペイを破壊。ペイを破壊。フィールド上のペイをすべて破壊。いやまあ絶対あれやったやん。フィールド上ですか。あいやフィールドのペイをすべて除外だって。まあこれもだから除外されるんです。まあこれも俺も。あでも僕もないもんね。そうね。いやなんかポールされたんで、除外の場所が、除外の場所がないんで。絶対あれやったよ。いや、脅威はされました。危ない、ちょっぱり役満を出されるということは回避できた。とりあえずこれでもう大丈夫じゃないですか。いや、応酬しない方が良かったかも。これ応酬されたらちょっと使うしかない。カンしときますか。はい、カン一品カン一品カンめくりまして、よいしょ。じゃあ、切り番で足りないので、2枚補充します。いやあそこからぜひポンとシャアが出てきてほしいな。まあポンしときますか。ちょっと準備ないんで、準備ないんでポンしておきます。これ次入ってるか。次ですね、次入ってる、ね、入ってる。押すね。めちゃめちゃ押してくるね。ガシガシくるやん。いやークソ使えなかったな。もういや僕もねちょっとあれだったんですけど、テンパイテンパイすげー。まあ、でしょうね。よし。あ、てか、あれめちゃめちゃ強いやん、これやん。3枚やん。いきなり爆裂やばいのですか。シンプルにツインソーをインサンテリーだ。いや、少数紙ツインソーやし、危な。1捨てで。1捨て、3枚。はい、2枚ドロー。魔法カード発動、天使ドロー。あー、出たよ。出た。3枚ドローですね、神カード。いや、めちゃめちゃいいやん。素晴らしい顔やな。めちゃめちゃいい。不要灰をもうすごい勢いで処理してくれ。とりあえず天使の方残して。ああ、出た。やばい。どんだけ施してんねん。3枚引いて。やりすぎやろ。いや、困ったな。とりあえず捨てて。からの強力な壺。ああ、やばいことなってる。2枚切ればいいのかな。もう1枚で、もう1枚。やば、いや、格差がエグすぎる。川の格差がエグい。もう簡単です。川の格差やめてくれ。じゃあちょっと僕モンスターカード使います。ラバゴーレム。これは相手にモンスターをつけて毎ターンその人は1000点を教託に置かないといけないということなんで、まあ親に渡します。毎ターン1000点。いやでも攻撃力3000ありますから一応ね、速攻で上がりきれば。まあでも教託に出るだけなんで、結局自分で回収すれば何の問題もないんでね。僕が聞いてる番ですね。はい、ドロー。毎回それリーチじゃない、リーチじゃない、あれ、チョコですよ。これね、もう2人で戦ってほしいのよ。もうこっちがもうズルで5ドローしてるから、多分そこそこ早い。でもモンスター召喚、召喚した。魔法カードを回収。はい、魔法カード発動。抜かれました。やばい5ドロー抜かれました。やばいまさかの6ドローが。6ドローいかれてる。追加で3枚ドロー。バグチ繊細だな。速度がえぐいことになってる。すげえ、やばすぎる。おい、まだ1枚しか切ってないやつ。それプラスもう1枚パラダイナどんだけ悪い。えぐすぎる。いや1人だけかはおかしいっすね。めちゃめちゃ。いやもうこれ何点。もう2000です。もう2000点ね。オッケー。危ない。オッケー。はい、ドローしたらもう、はい、切るときにもう設定払ってよ、もう。あっ、帰ってもらっていいですよ。それめっちゃめんどくさいモンスターな。ポンポンでバン回ってくる。ああなるほど。これ流局するだけでめちゃうまいですね、こっちサイドは。そうだ、これ積み重なってる。これでかいぞ。熱い。もう用意しといたんだ。
サイコショッカー召喚。あー出たよ。よし、トラップカード発動できません。なんな最初に召喚するよりもね、後の方がね相手のプランを潰しやすいんで。もう張ってるのか。あ、ちょっと待ってください。いやもうじゃあ僕もサイコショッカー出します。あーなるほど。いやもうちょっと仮定しとかないとやばい。もうただの2400。そう、ただの2400です。そう、モンスターカードとして。シンプルにモンスターカードとロあ、やばい。ロよしよし。で、ドラッサン満貫の1400です。1400。でもそっから引くから3300っすね。1400から3300引くから7100点。いやただこれが痛い。時間すぎる。めちゃくちゃ削られてる。いやまさかの何もドローしてない僕が勝ったんやけど。3000バックで。はい、3000バックでね。ここからはい。いやー、活躍したな。いやー、最高か。ちょっと痛かったな。僕は変えます。はい。変えます。変えますね。じゃあ僕が3枚ドローですね。はい。はい。今の守備カードだったんで。守備カード。攻撃が欲しい。ちょっと攻撃が欲しいですね。バキ的に。トラップカード発動。早っ。神の恵み。なるほど。いや、これさっき使ったからでね。それは強い。これドローするんで、これ500回復ということでね。これもうずっと続くからこれ。最後に生産しましょう。最後にややこしいからな。まあ、ちょっとじゃあブライドも出しておきます。もう次にね、とりあえず立て時計みたいなのがあるから、とりあえず立てておきます。じゃあこちらもブルーアイズ。あ、ブルーアイズ対抗してきたな。ブルーアイズ魔法カード発動。じゃあれモンスターを1体破壊します。両方なの。両方のモンスターを破壊します。両方なん、両方できんのこれ、はい、いやもう言ったもんがちゃからいいけど。同盟のカードね。場の確かなんか攻撃力高いかなんか低いか、ね、あでもちょうど同じなんだ。もう言ったもんがちゃからいいけど。僕としてはね、ちょっとこれ別に流局してもいいんですよね。神の恵みが。ああ、そっか。そう、あの早めにパパって上がるのね、ちょっと損なんですよね。なるほど。あの逆にそっか。こっちを早く上がった方がいいか。そうそうそう。ポッ。やばいよ。ポッ。おっと。でもドローできる。じゃあちょっとリバース。カード。セイントマジシャン。自割れ戻します。ああ。はい。で自割れ使います。はい。表側表示牌破壊なんでこれ破壊します。そういう破壊か。それ墓地でお願いします。そういう破壊でしたか。いやこれは効いてるよ。もう終わったからこんな。でも補充はできるんですよね。あ、補充はできますよ。ただまあ役があればの話で。まあね、役があればいいですね。これですよ、ね。で取ろうですね。確か。これで3枚。いやこれでかい。ちょっと挽回しよう。いきます？きつくないですか？中なくなったんで。待ってくれ。アップサード。え、倒せんの？いや、そんなわけが。いや、まあ、スルーで倒せます。倒せるわけないじゃん。役あります。あんなチューン消されて、ポン。おペイってこれ役入った。ペイ役です、ね、あ、よし復活復活。いや、ターン数結構いってるな。ターン数結構いってますよ。ちょっともう何枚引いたか忘れたけども、まあ、巨大化使っときます。あー、ただ出たよこれ。いやちょっと何枚残したかな。もう多分もう、ね、多分12ぐらいはドローしてるから、もう6000点溜まってるよ。もうあんなん振っても痛くないやん。あんなどうせクソ雑魚やねん。あれっすわ。激励そう。いや、ここで。いや、これね、いや、もっと早く使うべきだったな。いや、僕ドラさんだったんで使うことないなと思ってたんだけど、あれがあるんで。対抗してもらってもいいですよ、別に。いや、特に。ああ、僕はできない。全部使ってるんで、できないです。いや、しまったな。もっと早くやった。じゃあ、もう流行して。でも、僕年から6000点ちょっと、僕の神の恵みね、あるんで。いや、これね、絶対にね、もうちょっと早く。チューンやられた瞬間に使うべきだったな。そうですね。いやー、ミスった。もちろん3枚積もります。3枚。あ、よい。やばい、伸びちゃった。今なんかちょっとポロリしましたよ。やばい、伸びちゃった。なんかちょっとね、赤っぽいカード見えましたよ。大丈夫ですか。魔法カード。死者蘇生。はい。はい。まあ、E ピン。はい。いただいて。E ピン。はい。で。はい。リーチ。魔法カード、光の暴風拳。こんなんばっかやな、さっきから。はい、手配オープンしてください。最悪やな。2人の手配オープンしてください、お願いします。ヤンパピン、あーでも強いな、強いな、ちょっとやばいな。あっこにあるな、ヤンパピン。あーそうやな、結構あるな。まあでもこれとりあえず遠見上がれないから3ターンなんですよね。そうですね、3ターンですね。その間に積もったら振り手になっちゃうな。ここしか使いどころないからね。いやー、マジでこんなんばっかだな。はい、トラップカード発動、グラビティバインド、リーピンドラエチ。いやでも、4以上は確かアタックできないようになるんですね。あ、以上か。いやでも、作ったら4班になりますから。あ、なるほど、4以上が上がれない。そう、4以上は上がれない。あれ、自分も上がれなくないこれ。ははははは、中立してるやん。やってるじゃんこれ。以上で。いやでも、もうちょっと使いました。いや、もう使いましたよ。マジ
しかよ。使いました。やらかしてるなこれ。以下だと思った。以下だと思った。なるほどね。振り込みしようと思ったんか。以上なんですよ。まあでもまあいいですよ。別になんかこれ発動した人があの効果を決めれるんで、別に以下にしたかったら以下にしてもいいですよ別に。とりあえず一応見とかないとな。とりあえずピンズの7147あたりやばいね。魔法カード発動。エクスチェンジ出た。あーはいはい、エクスチェンジ、はい、得意技だ。誰、まあまあ多分こっちからやな。僕の街が変わります。いや街が変わるってことで、ノーテーションチーピンローピン。なんでなんでチーピンでいいペイコなんです。多分そういうことですよ。チーピンとローピンをチェンジだと思った今。これダマだな。ピンクグラビティバイクがあるんで、イスピンとリャンパーピン。イスピンとイーローピンです。いあイーローピン。イスピンとイーローピンね。取った。いやでも5分計あります。あ、5分計か。5分計あります。5分計があります。だからやばい。本来振り手になりえんかったのに奇跡の振り手イーピンロビン。振り手イーピンロビン。すごっ。いや今のコンボすごいな。だってここで使ったもんな。だからこれで破壊かな。多分ここで破壊します。イーピンロビン振り手ね。OK。 たぶんイスーピンね。 OK。 あ、そっかそっか、戻していいか。 OK、どうぞ戻してください。いや光のご風景に効いてるな。めちゃめちゃ効きましたわ。効いてんな。でもこっから僕がイーピンロビン引き戻せば。いやまあまあ確かにね。イーピン振り手一枚減りました。だってローピン振り手がアホすぎマジで。ポン。おっと。ツボったら4ですよ。ツボ。え？あれ？ピンズもイーペイ。ピンズもイーペイドライチは。ピンズもイーペイドライチは。それ4ですよ。これ漫画ないじゃないですか。ピンズも。いやでも4やけど。4巻。いや、これ漫画以上が出ない。そうまあもう本人が言ってるんやったら間違いないから。ギリギリ上がるんですか。そう、あ、そうなんや。一番ギリギリですこれ。ギリギリ上がれんのね。僕は邪魔できるかな。いやちょっと僕もできない。あ、これ使えるわ。クリボーの効果で。あ、確かこいつを破壊すると使います、ね、今回ダメージ受けないみたいな。そうそうそう、だからよし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 。じゃあまあまあいいです。僕は食らいます。何点ですか。4200。やばいやん。京太くんいかれた。僕2000点ガードしたんで。よし、京太くんが美味しい。京太くんいかれたね。これが一番えぐい。そんな裏技使ってくると思わなかったな。じゃあ僕買います。あ、僕も1枚買います。あ、いやちょっと待って、ちょっと待って、1枚持っときます。とりあえずこういくらそうですね。これですね、一旦ね。まあまあサクッとのように出てきた。サクッと。でもなんだか平たいな、だいぶ。だって49,000でしょ。そうそう。59,000でしょ。僕あの神の恵みで得た6,000あるから。56,100。でも900点とかしか動くじゃない。実質1。うんうん。行きましょう。ドロップカード発動。はいはい。補充要員。自分の墓地から3体補充にしたけど俺は。まあ別に、まあ、まあ誰でもまあ何でもいいですか。1体ですかね。1体。墓地から1体補充。1体。1体補充します。2枚切りってことですね。2枚切りですね。ビーチ。やばいのいたってもう。やばいのいるってもう。だるいって。やべえのいるやん。いやもう絶対に大ダメージ食らうやつ。魔法カード発動します。手札抹殺。手札抹殺します。もうこの牌もろとも全部消し去ります。あります？いやーないなー。いや無理だ。ないならもうじゃあもうこれ全部手札墓地です。もう一斉に全部墓地。あ、手札こっちか。あ、もうこっちこっちです。もうこっちも全部全部墓地。全部墓地。もうこれ実質流局ですよ。補充した瞬間は実質流局。ちなみにパーピン引いて、あぶねえ、あぶねえ、パーピン引いてないよ。で、まあ僕がこれで補充するんで、1,2,3,4 これで8,9,10,11,12。はい、どうぞこれ全部捨ててターンで、はい、足りないんで。ちょっと待って、これ2人ともさ、全部足りない。2人とも乗ってないやん。これ乗ってにいいじゃないですか、これ。これ4だな。でも、シンプルにその時リーチしてない。これは、いやいや、これ乗ってリーチでしょ。ノーテンリーチですね。ノーテンリーチだっすね。ザキさんが振り込み回避のためにノーテンリーチしたじゃあもうワンガンバレーです。いやでもパピ当たってたんですよね。だって親の分こっちの方が痛いっていう。こっちが5,000-3,000で、まずこれ私も6,000オール。いや1人だけめっちゃ得してる人いる。天保支払い時にトラップカード発動。マジックシリンダー。誰に
誰にどういうこと、これ展望ダメージ食らってるんで、どこダメージを跳ね返します。あ、 でもこれ1人じゃない多分。これは点数状況的には大原さんですかね。あ、じゃあ6000返してもらって、じゃあ6000返すってことは逆に払ってもらうって、ね、ややこしいね。どうなってんねんこれは。あ、得したそうですね、ザキさんは得しましたね。いやちょっとチート入れさ、貼っててさ、これで貼ってて、もうこれ見て、うわみたいな。しかも当たってましたしね。いや、大変な神回帰やな。僕は3枚交換で、僕ちょっとこのカード買います。あ、僕も買います。今回みんなアグレッシブ。魔法カード発動、攻撃封じ。この攻撃表示の範囲を守備表示にします。なるほど、これはリーチです。なるほど、これ曲がりましたね。攻撃表示の範囲を守備表示にしました。これはリーチですね。はい、間違いなくリーチです。うん、私もリーチで、じゃあまあまあいいでしょう。リーチ。おっと、マジ、マジックカード発動、時の魔術師。まあ、時が戻るんで。時が戻る。これリーチをなかったことにできます。ああ、これでフレーズで好きなもん切れるから。おしゃれな解決方法してるな。よし、ロン。あれ、ちょっと待ってゴリゴリの振り点。振り点、あれ違うよこれ。これはあれ、あれ、あ、そうか。あれ、たぶんリーチ一発目に切ったかな。あ、でもロンって言いました。あれ、あれ、ロンしたいです。準備さすがにずれてないし、あれなんか使ったっけ。いや、そう、使ってない。あんま使ってないですよ ね一応でもロン宣言しちゃったんで。あ、ロンしたいですよ、とりあえず。ナチュラルチョンボしてますね。ロンしたいですですけど、発動はいいですか。でも、いや発動はできないですね、特には。いや、僕もする必要がないですね。あ、よかった、ダップガン発動、強制脱出しよう。こいつ、強制脱出しよう。これなら通るってこと。危ない、危ない。いや、これ回線は。しまった。確かに、それなら大丈夫。リーチ。わざわざこれ通る必要ないのに。ここでそうだな、使わなきゃったな。いや、まさかこんな使い方すると思って。まさかの。じゃあ6000から500引いて5500。あ、じゃあ今日だけもね。あ、今日だけ3枚。強欲なツボ2枚ドロー。どこも強欲ツボ使ってきます。強いな、みんな。これとこれと禁止令、面前を禁止します。面前禁止、逆にね。ってことはめちゃめちゃ泣きやすいってことですよね。 そちらがポン。あー、出たそういうの持ってるってことですもんね。ポン、はい、対応していく、即対応。六号線の呪縛をモナカさんに。なるほど、よし。ポン、慣れない。よしよし、後悔するんだな、そっちにつけたこと。いやー、そっちの方が分かりやすかったか。いや、分かんない、これは。マジックカード発動。おーし、あー、やー、ミスター。これ使ってきなかった。僕も全破壊なんですけど。僕はないです。え、でも六芒星破壊大丈夫ですか。そうですよ、六芒星はいいですよ。いや、それよりもちょっと面前を。あー、解除した。そっちね。いや、そっちね、これ使ってきなかった。レチ、僕はちょっと泣いて作れる手じゃなかったんですよ。うわ、やばいの引いた、やばいの引いた。でも押します。ロッ、あ、そうだ、カードない、絶対通る。面単品即ドラドラ18000。えぐいな。ちょっとこれめっちゃうめえ。大嵐は終盤いいね。で、3枚ずつね、もちろんみんな。あー、これうまいな。これ最初からだ。ラバーゴーレムもなかさんの方。これ最初のターンから使った方が強い。じゃあテンション落とし、使います。安定の紙カードを使います。で、これを捨てて、捨てて、また使います。ハーピーの羽毛き。あー、トラップカードすごい。マジだわ。いや、もうこれ、できるぞ。早い。めちゃめちゃ激連想、究極です。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、なに、ちょっと待って、やばい、これ流すかでかい。ないです。あ、いや、めちゃめちゃ強かったのに。危ない、強めちゃ、うわめっちゃ強い。最悪や。これ2枚ぐらいね。1枚もう絶対買います。親番が秒で流れた。3枚激流走。早っ。一巡で使っちゃう。もうダメだってなった。めっちゃ早かった。これ以上は無理。ちょっとブルーアイズ立てておきます。おお、ちょっとブルーアイズ。ブルーアイズいいな。ブルーアイズはね、もう結構ね、強いから。実はちょっとゴミハイパイなんで、僕らお札をしておきます。あー、まあ
これはありがたいから。最後ごめんね。これまだいけるんじゃない？これまだいける。これまだいけるか？いや僕結構良かったんですよね。もう終盤。終盤だった急に。これ振り手？振り。あ、そうだね、これ全部もうこんなん無理やん。これ全部ブルーアイズ出てきただけやん、もう一応絶対活躍せえけんやん。13、ラキさんも13。あ、ちょっと良くなった。ただ振り点がこれあるからこんなん どうやって上がるっていう。俺めちゃめちゃ良くなったわ。ちょっと待って、これ奇跡起きるかもしれん。奇跡のカードあるかもしれん。54位。おお。奇跡のカードが。じゃあ僕はこれとこれとこれ3枚、3枚自分のカードからこれらを補充します。一ピンローピン1枚来た、神タイミング来た。ここで使わないとどこで使うんだみたいな。4枚絶対チートやん。4枚ブルーアイズ召喚してきます。あーこれポン。あーポンだったか。あ絶対チートやかと思ったのに。でも最高召喚も使ってきます。めちゃめちゃ強いよ、攻撃力5400あるよ。サイコショッカーを使うことによってもう終盤のトラップをね、駆け込みトラップを強制終了。終盤にね、ちょっと駆け込みトラップ使う人いるからな。ラスサイクルだね、これ。あー、モンスターだけど。あー、マジか。あー、大丈夫。不発。ラサイクロン不発。形式テンパイって取れるんですか。いや、まあ、取れるんじゃないですか。じゃあ、イービンポンしてきます。はい。スーピン大丈夫ですか。あー、ポンしようかな。ラサイクショッカー邪魔だな。回転止めてくれ。あ、これ積もりたいです。あ、積もれるよね。さすがに最後ショッカー出してるから。真中さんはあ、もうちょっと召喚だけしといていいですか。特になんか、あ、でも、いやでもなんか、そいつ、まあなんか使える。僕の積もでいいですか。効果使わなくていいですか。なんか分からんけど、なんか元効果なんでしたっけ。元の効果は、コインを投げて表なら全破壊して、裏ならライフの半分を失うってやつです。いや、使いたくない、使いたくない。まあ、7万6000で持ってますけど。全然ヤバいや。じゃあいいです、多分、いいです。完全3500で。3500でね。クリボーの方。何やねん。答え。展開。親の海底本一チューンなんで、6000オール。6000オールの、ここに5400あるんで、とりあえず総裁。これ500なんで。79。でけえ。クリボー強いからな。トラップとかに関与しないからな、相手が。僕2枚。3枚なんで。これはすごいことなのかもしれない。これは絶対に上がらないといけない。いや、よくわかんない。このカードを使った運命のドラ。これって元カードの意味わかります。運命のドラはね、いや、わからない。モンスターモンスターがめくれたら全然わからない。でもドラやから、やっぱりドラにまつわるなんかなんじゃないですか、まあ、やっぱり。あ、じゃあなんか運命のドラ、今回これです。もう決めてるってことね。ドラ外、ね、なるほどね。これちょっと除外します。除外振り順なんで。あれ、ションパイなの、それ。ションパイになるんで、まあで、補充します。ね、あれじゃん、補充します。あ、これでいいですか。あれ、運命のドラはやばいやん。絶対なんか、いや、絶対9万あんこやん。ポンポンね。じゃあちょっと闇の仮面使ってきます。お、ちょっとなんかの、僕ちょっと点数ないんで、ちょっとまあマジックシリンダーもらっとこうかな。あー、怖っ。これで威圧しとかないと、やるよって。そしたらやる、やれるぞっていうね。いや、そらそうやん。そらそうなんよ。だって運命のドラ使ってるもん。だから逆に当たらないという読みで。いやそうなんすか。積もりたいです。トラップカード発動。そうは、チェーンデストラクションで、嘘で。あ、嘘。いや、てかそうだな、マジシリンダーあるんだもんな。え、でももう使いましたから。いや、もう使いましたよ。まあ、9万何回ですかね。9万回。まあ、なんかどっかに行くんじゃないですか。ここ除外除外で。で、僕が切らないといけない。で、補充か、3枚。そうです。シリンダーの恐怖に怯えるがいい。俺は持ってるからな。DNA 改造手術で自分の手を全部ソーズに変えます。はいはい、ピンズもマンズも全部ソーズ。全部ソーズ。全部ソーズになるね。永続トラップだから破壊されたら終わる。自分のだけ。自分のだけです。あ、今回は僕のが変わるとかもない。大丈夫です。あ、大丈夫。それやっちゃうとちょっとみんな上がっちゃうんで。大丈夫。じゃあ1。いや、絶対なんかカード持ってますよ。そんなわけない。そんなわけがない。リーチします。いや、残り1枚しかない。やばい、残り1枚しかない。これ積もらしちゃダメだ。これ缶ですわ。僕 DNA 改造してるんで、これ全部言いそうなんで。はい、ああ、確かに。これ全部言いそうなんで缶して。確かに改造してる。はい、あ、そうじゃん。で、リーチちゃんね。はいはい。で、ツボ。これツボだ。積もりたいです。積もりたい。よし、積もりたいのね。上がらせてくれ。あー、そうか、こうだしな。え、でもシリンダーの恐怖に怯えていてほしくもあるな。どうしようかな。でもリーチしてないもんね。リーチはしてないです。背景積もるよね。まあまあ、そうですね。これでもスーアンコーとか。確かにむちゃくちゃやってる可能性あるんだよ。ないないない。
全部壮絶だね。そうなんよな。あ、そうか、全部壮絶なのこれ。今全部壮絶って、はい。あ、じゃあ使う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 。さすがに使う。モナカさんはどうしますか。いやー、僕はなんもないっすね。いいですか。さすがに使う。なにそれ。スー…なにそれ。あ、なにスーアンコータン。いやいや、ただこれね、振り手になってたんで、よそからは上がれなくて、あーとか思いながら、パース音高めこれ。まあ、シングル役はねえじゃないですかね、これは。いや、これ破壊されなくてマジでよかった。もう破壊されたら終わりだったんで、僕らね。これで2万1万2000で、ただまあ、そっちはシリンダーあるんですよね。そうですね。で、これまあ、シリンダー食らうけど、まあ、8000プラスなんで、僕は。で、モナカさんも削れるのがでかい。よしよし、大変だ。シリンダーナイスやったな。ダブル役もよかったんですか。